テルエモンチャドルーム X シェイプでグリップを作ってみたよ。ご注意、テルエモンチャドルームはテルエモンが気まぐれにキャド操作している様子をあまり編集せずに動画アップしていくチャンネルです。音声は入れてますが、テキスト、文字にはせずにアップしています。途中でグダグダになっている場合もありますが、ご了承くださいませ。それでは最後までどうぞお楽しみください。どうも、テルエモンです。今日なんですけども、X シェイプですね、グリップをちょっと作っていきたいと思います。そうですね、新規構成部品をクリックして、グリップですね、を作っていきたいと思います。こちら X シェイプはですね、ブラウザーで動くアプリになっていまして、3D エクスペリエンスプラットフォームのアプリの一つになります。今、Google Chrome で起動しております。この X シェイプはですね、私の YouTube 動画で何回か、他のものを作ってるんですけども、こういったボックスとかシリンダーとかですね、トーラスとか、こういった粘土みたいなのを一回置いてですね、その粘土を引っ張ったりとかしてですね、形状を作っていくことができるものになります。では今回グリップ作っていくのはシリンダーからですね、ちょっと作っていきたいと思います。でクリックしまして、このシリンダーを配置するところをクリックしていきます。で、ここで大体のスケール感とこの面の分割ですね、この面のところを後からこう形状をこうクリックしてですね、面のところですね、で引っ張ったりとかできるので、最初に分割をこう指示していきます。ですかね、こんな形で、一回 OK していきますかね。で一回 OK 押しまして、でサイズをですね、ここからこちらをクリックしまして、クリックして、こちらをクリックすることでサイズを定義していくことができます。ちょっと小さめのクリックですかね。だいたい高さ120ぐらいですかね。こんな感じで作っていきたいと思います。で、あとですね、これこう、面とか線とか点をですね、クリックすると、こういった矢印出てきますので、この矢印をドラッグして、こう、形状を作っていくことができます。で、少しこう、握りやすくですね、グリップ今作ろうとしているので、そうすると、ダブルクリックすると、ぐるっと一周、選択できます。今、一個アッキーにしてですね、ちょっとこの白い丸をドラッグして、こうちょっと内側に入れて少し凹ませていきます。こんな感じですね、今。ここで少しこう握りやすくなっていくのかなと思います。で感覚的にですね、こう。ソリッドモデルとかサーフェスモデルとか、これロフトとかでこういった断面を描いてですね、繋いでいかなければいけないと思うんですけど、結構こういうふうに素早く、なんですかね、パパッとっていうんですかね、こう、作っていくことができる。こちら側も少し広げていきたいと思います。こちらですね。今、シフトキーを押しながら、こう線をダブルクリックしてですね、ぐるっと。押しながらですね。認識させました。こちらを切っていきます。最初の予定したのにちょっと大きくなりますが、まず段差がこう、段差というかこう、うねった形になって、こう手でこう握りやすいような形状をですね、こう感覚的に作っていくことができます。こんな感じですかね。今、シリンダーポット置いて、あとはこう線とか面とかクリックして、
出てきたこう矢印とか点をですね、ドラッグすることで、こう、感覚的にですね、作っていけますよ、という形ですね。そうですね。色も変えてみると。よし。外観で、下から赤とかですかね。こんな形で、ってことができました。まあ、簡単なですね、まあ、棒みたいなのも作っていきたいと思うので、1個挿入していきますね。自決形状セットを挿入して、また別にですね、ボディというか形状を作っていきたいと思います。今回は、そうです。一回、キーボードの X キーを押しますとアプリ切り替えるので、X デザインの方でソリッドモデリングをしていきたいと思うので、X デザインの方に切り替えていきたいと思います。まあ、今回の粘土みたいな形ではなくて、通常の 3D CAD っていうんですかね、フィーチャーとかサーフェスとか、アセミの機能のある方のアプリ、X デザインの方に切り替えます。基本の X キーを押すことですね、簡単にアプリ切り替えます。まあ、アプリを切り替えているというか、まあ、機能をちょっと切り替えている程度ですね、下のメニューがちょっと変わってきます。で、スケッチで丸書いて押し出してもいいんですけども、今回フィーチャーの中にある、今度こちらの、シリンダーの方を使ってきた。こちらさっきの粘土みたいには作れなくて、ほんで積み木のように、まあ、硬いですね。まあ、一回作ったら、ぐにゃぐにゃさせれない方になりますが、こちらのシリンダーという方をちょっと引っ張っていきます。で、先ほど同様にクリックしまして、こうですね。で、ちょっと、こんな感じですね。で、これぐらいかな。こんな感じです。で、後からサイズ定義をしていきますので、一回適用ですかね。移行教師。もし2個でいい。あ、ごめんなさい。私、ここでクリックしちゃった。ごめんなさい。これ右クリックで削除していきます。で、こちらを、ごめんなさい。編集します。ですね。あ、ここですか。ここクリックするとですね、あ、すみません。細かい設定できるので。半径じゃあ10ぐらいにして、高さをじゃあ区切りよく100に今回チェックしていきたいと思います。一回平面を非表示。今、こことこちら干渉しているので、一回こちらの設計フィーチャー、まあ、最初に作った方の方に戻りまして、これを、組み合わせで、ここにちょっと、こちら穴開けて、除去で、枝で、ツールボディ、これから、除去ですね、していきます。そうしますと、こちらちょっと一回非表示にすると、こんな感じで穴が開きました、と。で、それに、まあ、棒というか、過去入りました、というような、今、ちょっとデータができました。ちょっと今日はですね、まあ、簡単ではあります。こんな感じでグリップみたいな形はちょっと簡単に、作れましたよ、というところで、終わりたいと、思います。この 3D エクスペリエンスっていうものですね、この X デザイン、あと先ほど使ったのが X シェイプですかね。他でアプリ切り替えてですね、形状こう、こう柔らかいものとか、こう硬いものとか、こう切り替えながら作っていくことができます。でですね、あ、そうでした。これもう一回ちょっと形状直したいといえば、こちらのサブディビジョンサーフェスとかね、フィーチャー編集。右クリック、フィーチャー編集、もしくはダブルクリックでですね、変更の方が、できますので、ただもうちょっとこの辺直したいっていうのでクリックして、こう直していきたいと思いますね。で、またこちら終了ボタンを押すと、またこちら戻りまして、まあ、更新されるというような形ですね。はい。では今回動画以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。